こんばんは。プロテインの方がちょっと足りなくなったんで、今日買ってきたんですよね、ジムの帰りに。で、これは近くのドラッグストアで買いました。で、プレミアムゴールドって書いてありますよ。で、ここになんか書いてあるけど、ペプティディスっていうのとイソレートっていうのがなんか入ってるみたいですね。で、ここにも書いてあって、プロテインが 24g も入ってます。そして未だによく分からないんですけど、この BCAA っていうのが 5.5g 入ってて、で30杯作れるようになってますね。で、今だとボーナスで10%フリーっていうんで、多分10%多く入ってる風になってると思います。で、これ 24g もプロテインが入ってて、これバニラ味で、横にチョコレート味もあったけど、あんまりチョコのドリンク好きじゃないんでバニラにしました。味の方はものすごい飲みやすくって、癖も全くなくってスッと飲める感じですね。で、私が前に使ってたプロテイン、まだちょっと残ってるんですけれども、そっちの方はまあプロテイン量はちょっとこれより少ないんですけれども、ものすごい美味しかったです。で、これのカロリーが130って書いてあります。それでワンスクープか。それでプロテイン 24g も入ってるんで、ものすごいいいなと思って、3000円ちょっとするらしいんですけれども、ちょっとセールになってたんですよね。それで2000円で買えちゃったんで、これにしました。まあちょっとお金がないんで、多分ちょっと置き換えもしちゃうかな。ちょっと安い野菜とかを食べながらこれを飲むとか、多分私はそういう感じになると思うんですけれども。それで量が入ってるのを見ていくと、2.20パウンド、まあ998グラム入ってるって書いてあるんで、結構いい感じだと思い後まろす。の方を見ていくと、このホエイプロテインは、そのフィルター、マイクロフィルターっていうのを使って、ラクトースと、あとカーブス、炭水化物系の、あとファット、脂質、そういうの他のやつよりもっと除いてるってことが書いてあります。で、それと一番上の方なんですけれども、なんか「Unlike other inferior」とかなんかいろいろ書いてあって、That may use heat、 だから温度高いするのは良くないみたいなことが書かれてるんで、多分これでプロテインせんべいとか作るのは良くないってことなんですかね。私の前使ってたプロテイン、ホエイプロテインは、まあ、使ってもいいのかどうなのかなって分からないんですけれどもね。まあ、とりあえず大豆のプロテインもあるんですけれども、まあジムに行ってるっていうことなんで、やっぱホエイにしました。ジムに行った後でちょっとボサボサなんですけれども、動画の方を見てくれてどうもありがとうございました。